なくなった私の終了のお知らせ。これやと押し寄せていつの間にこの地上をグッバイ、あの手この手猫手助けぐるぐる回るトライアングル、うかうかしてられない、急がなきゃいけないって君への想いもそうなんだが、空回りでついてないことも大きなチャンスに輝かしい未来に向かっていた、あの時俺はあんな悲劇が待ち受けていたなんて想像だにしていなかった。ただいま。あ、おかえりなさい、純平兄ちゃん。おかえり。おかえり。旦那おかえり。おかえりなさい。遅かったわね、あなた。おか、えり。って、誰があなただ。っていうか、なんでお前らがうちに。おまけにアレルゲンだらけだし。汚いな。知らない猫。やだねこの子は。わざわざ遊びに来てくれたのに照れちゃって。照れてね。あ、琴音ちゃん、お茶のおかわりは。あ、いただきます。あかりさん、ケーキもう一つどうです。ありがとう、すずちゃん。うわぁ、馴染んでる。遠慮しなくていいのよ、自分の家だと思っていいからね。はーい、お母様。まあ、娘が増えたみたいで嬉しいわ。本当に増えるかもしれませんよ。だって先輩とは将来の約束だ。そうだったの。そうだったの。あ、ちょっと待て。私もお姉ちゃんが欲しかったの。私も妹が欲しくて。私がいるでしょうが。ちょっと来いお前ら。手を順平に。順平。いいから来い。何よその態度。せっかく困ってる猫連れてきてあげたのに。話してってば。いいえ、ずっと話さなくてもいいです。純平くん、結構強引なのね。そうよね、男の子は行くときは行かなくっちゃ。ファイト。一発だなんて。それでこの俺に鍛えろと。そうです、ミチ、スズメを取れるようになりたいです。ミチ、体力も運動神経もなくてスズメを捕まえられなくて。じゃあお前らが教えてやれば。それは旦那の大切な使命でさ。呪いを解きたいんでしょ。それとも猫になりたいのかい。そんなにひどいのかこいつは。なんとかしてやんなさいよ。困ってる先輩も素敵。やれやれ、じゃあやってみろよ。え、あれあれ、ハリ、俺入んな。なんせなんせなんせ
変だ。こいつは無理です。現代っ子はもやしっ子だね。タモより情けないわね。にゃん、それどういう意味でさ。どうもこうもないわよ。はっ、ドタマ。どうするんでさ。どうするのよ。どうするつもりだい。わかったわかった、なんとかしてやっか。にゃ、じゃあ、ありがとうございます、ジュンペイさん。めっちゃ嬉しいです。くっつけて感謝です。よかったね。それに今夜は、お赤飯とタイのお頭付きとのことです。みんなでお祝いしましょう。先ほど、お母様とすずちゃんが目を離している隙に、盗聴器を仕掛けさせていただきました。仕掛けるな。そうよ、ダメって言ったでしょ。盗聴は二十歳になってから。おいおい、冗談です。家族が増えるなら増築しないと狭いわよね。思い切って二世帯住宅にしちゃう。本当に冗談なんだろうな。もうダメです。おい止まるな、貧弱な坊や。まだ1分も走ってねえぞ。この声、ダグ、水を隠れろ。はい。おはよう、高坂くんもジョギング。おお。誰か一緒だった、なんで今、おい止まるな貧弱な坊やって。いや、その自分に言い聞かせてたんだ。運動不足だし貧弱だから走れ、鍛えろってね。高坂くん別に貧弱じゃないよ。水野。高坂くん。楓。偶然だな。大会が終わったのに朝練とは、感心感心。わかるぞ。何が？つまり体を鍛えて、身も心も私にふさわしい男になろうというのだ。いや、違います。まったく、この腰砕き上手め。すみません。ん？まあ、いいさ。とにかく今日の放課後から陸上部に体験入部決定。ドライ体験入部するからにはラブラブ一直線でカエデと愛のポリティポを切らないと。そう、私とユイドーダーベニー。おーいカエデ、いい話があるぞ。はい、何ですか。ジュンペイさん、ミッチーを忘れてませんか。体験入部って邪魔じゃないんですか。カモワン、今の時期は主に基礎練習とトレーニングだからね。お待たせしました。お待たせ。あ、住吉。体験入部の話をしたら、かなちゃんもやりたいって。私も最近すっげー運動不足でさ。よろしくね、順平。ナギー先輩。1年365日24時間けしからん父だ。ワンパターンですって。何すんねんかな。それはこっちのセリフ言う。カナちゃん先輩。カエデ、私は父を見てるから。うん、もとい。他の部員を見てるから。この二人の指導はカエデがするよ。はい、頼んだぞ。そう、なぜテニス。なぜバスケ？スケットだよスケット、頼まれて。ってなぜソフト？スケットだよスケット。ってなぜ卓球？スケットだよスケット。相撲もスイミングもバレーもジグロもみんなスケット。はぁ、死んだ。かなちゃん、汗かくから明日替えの下着用意しておいた方がいいよ。ああ、下着ね。わかった。かなちゃん大丈夫？来ませんね。もう夜ですよ、純平さん。ああ、星が綺麗だ。ねえ、お父さんは？お父さんは帰ってこないわ。
父さん、高坂家の安全は心配。もうひどいです。ミッチー待ちぼうけですよ。忘れてて悪かったよ。反省してください。高坂くん、おっす。今度柔道部の助っ人も頼まれちゃった。どうかな、似合う？似合う似合う。水野に投げられたいくらいだよ。背負い投げ。汗かいてるよ。水野。何？かなちゃんからだ。今日は筋肉痛だから学校はお休みしますって。そうか。嫌わだな、いつも。あ、ハンカチ洗って返すよ。あ、いいよそんなの。いい洗う。あ、でも洗うよ。女物よね。女物だね。じゃあ琴音さんの、あかりちゃんの。もう尻に敷かれてるのか。とした一面もあるんだ。はい、キャンダル、小袋。高坂くん、腕を振るとき力を入れずに自然な感じに。それにお腹で呼吸すると楽だよ。はっはって。なるほど、水野教え上手だな。そんなことないよ。あ、水野。いい気になってるのも今のうちですよ。はい、では今日はここまで。どうした、カデ？その、下着が。下着？いえ、何でもありません。きっと替えの下着、忘れてきちゃったんだ。待った？水野、どうしたの？ごめんね、ちょっと待って。それより、高坂くんどう？辛くない？まあ、少し筋肉痛だけど、平気。寝る前にマッサージした方がいいよ。それと、お風呂でもね。うん。ああ、そうだ、水野。何？ハンカチ返さないと。いつでもよかったのに。ちゃんと洗ってアイロンかけてきたんだ。はい、ハンカチ。血って、もう。あ、いや、これは、それ更衣室からなくなった私の俺、終了のお知らせ。水野、来てるわけねえよな。おい、ミッチ、それ。お前の仕業か。ミッチがやったのです。なんで、せっかく水野といいムードだったのに、これじゃ台無しじゃねえかよ。いい気味ですよ。てめえ何の恨みがあって。なんだよ。純平さんが悪いんですよ。俺が？ミッチを放っておいて自分ばっかりいい感じになって。
いい感じ。お前何を。だから道だってスーちゃんと仲良くなりたいのに、スーちゃんといい感じになりたいって言ってるんです。どういうことだ。だから道だって。スーちゃん、道と付き合ってください。私、スズメも取れないような貧弱な坊やは嫌。スズメを取れるようになったらまた考えてあげてもいいわ。いいわ。でもミッチーは貧弱な坊やなんだ。純平さんが協力してくれればスーちゃんとうまくいけるかもしれないのに、純平さんは自分ばっかり幸せになってミッチー、やきもち焼いたっていいじゃないか。だってね、こんなもの。バイミッチー。だものはともかく、それはすまなかった。ルンペーター、お前の言う通りだ。頑張ろう、スーちゃんとうまくいくように。ジュンペーさん、すみませんでした、下着のこと。いいよ、終わったし、いろんな意味で。そんな暗い顔しないでください。ジュンペーさんとあの綺麗な女の人、とってもお似合いでしたよ。そうか。そうですよ、だからきっと誤解は解けますって。そっか、ならいいけど。だって誤解なんですから。そうだよな、誤解なんだもんな。はい、ミッチーが保証しますよ、この誤解は必ず解けるって。ああ、なんとかなる気がしてきたぜ。いいよ、大統領についてこのそれじゃスズメを取れるようにお前を徹底的に鍛えてやる。いいな。純平さん、いろいろありがとうございました。もう誰もお前を貧弱な坊やとは呼ばないだろうさ。立派なオスになりやしたね。それではこれからスズメを取って、もう一度スーちゃんにアタックです。頑張れよ。では行ってきます。高坂、あいつなら今朝も走っていたぞ。楓は最近走ってないのか。何かあったのか。あ、いえ、何でも。で、それ、私の。あ、楓。あの、変なこと聞くようですけど。大丈夫だ、もう慣れてる。この間、部室のロッカーから替えの下着がなくなったの。あ、それは見つかったんですけど、男の子って、女の子の下着に興味があるものなのかな。いや、男の子、下着。え、なんだ。コウタくん、純平。コウタくん、純平、お前カエデの下着を盗んだってどういうことだ。盗んじゃったのか。あらら、どうして私の下着を盗まないのね。ちょっと住吉、ナギー先輩、このド変態。言ってくれればいつでもやるぞ。で、誤解だよ誤解。あれはミッチ、いや、猫が俺のカバンの中に。賢くんじゃねえ、猫が下着盗んでるするもんか。小坂純平、さすがにその言い訳は苦しいだ。本当のことだ、ノットギルティ。おお、それじゃあ猫が女子更衣室から男子更衣室に下着を持って行ったというんだな。苦しい。んなこと言われても本当にそうなんだから仕方ねえだろ。あ、なんだ。俺見た。何を。下着くわえたドラ猫が女子更衣室から男子更衣室に入っていくの。え、いやー、最近の猫はお魚だけじゃなくていろいろなものを加えるんだなーって。果たして愉快に追いかけたりはしなかったけどね。なんだ、猫の仕業だったのか。では仕方あるまい。疑いが晴れてよかったよかった。カナちゃん先輩、安心しな、誤解は全て解けた。純平が盗んだんじゃなかったってことで。だから今度はカメラをつけようと思うの。でも
小坂先輩嫌がるかしら。そりゃ嫌がるわよ。でも嫌がってる小坂先輩の顔楽しみ。てことねちゃん、盗撮は二十歳になってから。冗談よ。本当に冗談なんでしょうね。うん、冗談だよ。え、じゃあ猫ちゃんのいたずら？ああ、それで。ごめんなさい、それなのに私が誤解しちゃって。いや、俺の方こそごめん。あの、何？またん？また今度。え？また今度。ああ、もうこんな時間、私部活に行かなくちゃ。あ、水を。何？ハンカ、ちゃんと洗ってアイロンかけてきたんだよ。ありがとう。あ、じゃあまた明日。ああ、純平さん、今度はあんたが頑張る番だぜ。遅いぞ楓、早く早く。素敵よミッチ。おう、今度はお前の男を見せてみな。収束は幼い頃より日夜犬の散歩に励んできた賜物。どうしたのかな、みんな今日はゲームないぞ。まあ鍛え方が違うつうか。ゲームのゲームが売り切れる。スーパーのサイズサイズ、ジョートの魔女は何をどうぞ。時は町、そこは過酷なワイルドタウン。ちなみに猫の最高速度は時速40キロオーバーらしいよ。でもって次回のニャンコイは2学期期末試験直前勉強会インペール。何？純平、どうだこの水着。水野、その水着よく似合ってる。ありがとう、小坂君も。うん、次回にゃんこい、にゃんこ9匹目ガールズインザウォーター。純平、お前今猫と喋ってたべ。やばい、呪いのことを。もしかして猫の気持ちがわかるってやつ？それから。